まずはかかとと膝を揃えてお尻をしっかり締めた状態で立っていきます。でしっかりと上体を前に倒し深い前屈の状態になっています。重心がつま先の方向に移動したら少しずつ後ろに重心をずらしていきます、はい、この際に手のひらをつま先からお尻にスライドしていくとお尻を支えるときのタイミングがつかみやすいでしょう。でお尻をついたら上半身の方向に行きます。その際同時に両手を耳の後ろに当てて後頭部を動かしていきましょう。はい、そして下半身の後ろに振り、なるべく頭の位置と、足の位置が近い、しましたら最後に両手でマットをしっかりと押し出します。はい、その際マットの縫い目などを利用してまっすぐに立てていたら成功です。